していただいて、ここね、はい、1センチぐらいですね。それから先にね、渡りを作ってください。先に入力端子をするよりかですね、先に渡りを作っといて、残りを3つですね、残りを3つにしてください。はい、残りちょっと待ってくださいよ。これぐらいですね。ギュッと押さえて、これぐらいでいけますな。はい、はい、先にね、渡りを必ず作ってください。先に入力化をしてしまいますと、この渡りがね、短くなってできないようになりますんでね。はい、今度はこれですね、入力ですね、1センチずつですね、これもですね、こうやってね、それからこうですね、はい、でこれを3等分ですからね、これぐらいですね。はい、これで切っていきます、ね。長い間に端末の処理しておきますね。そうすると楽ですから、はい、それからこれ真ん中あたりでね、切ればいいわけです、ですね。はい、できたら左側へ、差し込んでください。よし、それから後ろですね。ですね。はい、今度はちょっとややこしいですね。きついかと思います。ここですね、ここはちょっとあれですね、こっちをこう入れて差し込んで、分かりますけど長くしましょうかね、1センチではちょっと短いですから、1センチ5ミリぐらいに、しておきますですね。寄り線ですからね、かなり締まります。かなりね、締まります、ね、必ず確認してくださいね、抜けないということをですね、確認しておいてください。はい、はい、さあそれではですね、次が今度はですね、こちら側の虹側ですね、虹側の接続に行きます。これもですね、1センチ5ミリから2センチぐらいですね、まず裸に、接続します。はい、それからこちらがですね、まず赤ですね、ここは、何も変わりませんのでね、このまま入れます、ね、ちょっと長いからですね、行きますでしょうかね。これも1本ですから、できるだけ左側へね、入れて、締め付けます。はい、それから次がですね、
僕の目的ですから、あの抜けることはまずないと思いますね。はい、それと、グリーンですね、グリーンもですね、締めましします、抜けますんでね、気をつけてください。これ必ずあの締めましやってくださいね、試験の時ね、終わったら。はい、それと時間とこうねじれる、緩みますんでね、さっききっちり止めたつもりですけどね、やっぱりこういうふうに振動を与えますと、またね、必ず入選した数ですね、だけが上に出てるという確認取らなきゃダメですから、はい、それから時間がありましたらね、こういうふうに、ね、刻印が見えるようにですね、ねじといてください。はい、この場合ですね、ちょっとこちら側とこの端子がですね、私の場合は4つと3つにしましたけど、両方とも3つになるとか、あるいは両方とも4つとか、その逆になるとかですね、出材によって端子角によっていろいろ変化しますんで、もし出ましたらしっかり、使用書を読んでね、それに応じた作業をしてください。